それでは続いて実際にですねこの体験講義のテキストを使いまして4科目のまあ基本的な部分ですけどもね確認していきたい紹介していきたいというふうに思いますであのまずめくっていただくと目次があってでさらにもう一枚めくっていただくと今画面に映っているページにね、えー、なってくるかなと思います。To CP Examination ありますけども今回このテキストではまず各科目の基本的な内容をですね確認していきますそしてその上で4科目がどのようにつながってるかなんていう全体像ですねこんなところも是非押さえていただければというふうに思います。はいじゃあ早速ですけどまずはですね2ページからはこれ FAR ですねの科目の内容になりますので。 テキストを使っててね確認ししきましょうじゃあここからはちょっとズームして、ね、え見ていきますね。はいまず FAR の内容ですがここで書かれているのがオブジェクティブですね。オブジェネラルパーパスファイナンシャルレポーティング一般財務報告の目的というものについて書かれております。で、えー、企業はですね、これ。 4ページからままたちょっとああるんですすじゃあ見ますね、はい、企業は4ページにファイナンシャルステータメント財務書表というものがありますけども例えばここに上がっているバランスシート貸借対照表とね日本では言ってますあるいはですねもうちょっと先言っていただくと7ページですかねインカムステータメントっていう財務書表があるんですがこれは日本では損益計算書いう と呼ばれているものですね、えー。このようなファイナンシャルステートメ財務諸表というものを作成して報告ですね、えー。これを行っていく必要があるんだというふうに言われています。これを一般財一般的財務報告と言っているんですが、じゃあなぜ企業は財務諸表というものを作成して 報告というものを行っていく必要があるんですかということがね、えー、まず書かれてます。その目的は、この財務報告、報告の主な利用者が企業に対する意思決定を行う際に役立つ財務的情報を提供することであるとあります。報告の主な利用者、これプライマリーユーザーズっていう言葉が英語の中にありますけれどもね、具体的にはどのような人々のことを言うのかっていうと、おこの、 1>, 丸1の部分ですが既存の株主すでに会社に出資をしてくれてる人ですねあるいは潜在的な株主である投資家これからもしかしたら投資をしてくれるかもしれない人々ですねあるいは会社にお金を貸してる債権者ですねこのような人々が財務報告の主な利用者になるんですけども英語では e x i s t ィ n ク ティングポテンシャルインベスターレンダーズアンドアザークリーターズというふうに表現されています。このような財務報告の主な利用者が会社に対する意思決定ですね。これを行う英語だとメイキング・リシジョンというところは意思決定ですね、はい。ために行っていくんですよと。今まで出資をしてくれている株主とかお金を貸してくれている債権者がこのまま この会社に出資,をして出資をし続けてもいいか、お金を貸し続けてもいいかどうかあるいはこれから投資をしようとしている潜在的な投資家が株主である投資家が会社にいよいよ投資をするかどうかそういった意思決定を行う場面がいくつかあるわけなんですけどもこの意思決定に役立つ情報を提供するために報告っていうものを行っていきますよと、ね、いうことになってきます。 でえー、報告のための財務書表なんですけどもこれは丸2番の言葉ですが「Generally Accepted Accounting p r i n c i p l e ですね略して g a a p g a p 日本語では一般に認められた会計原則とよく訳されますがこの「GAPP」に従って報告用のの財務表とといいうものは作成されていくことになりますちなみにアカウンティング・プリンシプルについては「アカウンティング・スタンダードとい と、ね、呼ばれることもあります。はい、で、えー、じゃあ次のページにもう行っちゃいますね。はい、このギャップ会計原則なんですがかつては1つの国に1個のギャップが存在していてその国の企業はその国のギャップに従って財務諸表を作成していた。 って形だったんですね例えばまあアメリカの場合今でもそうですけどもアメリカにはアメリカの会計基準 US ギャップというものがあってアメリカの企業はこの US ギャップに従って報告用の財務諸表を作成していくんだとねいうことになってきます日本の場合だったらああ、ジャパンギャップですね日本の会計基準会計原則がありますのでジャパンギャップとか J ギャップとか言われてますけども日本の企業はそれに従って ですがあこの文章にも書かれていますように、えー、世界がグローバル化してきまして資金調達とかですね、えー、これを海外の投資家からもやっていこうといったことになってきた時に海外の投資家でもこの会社の状況が分かってもらえるように財務諸標を作っていくためのギャップこれを 世界的に統一した方がいいんじゃないかっていうことになってきたんですね。そこで作成されてきたギャップ会計基準がここにありますが国際財務報告基準ですねインターナショナルファイナンスレポーティング略してファイナンスレポーティングスタンダードですね略して i f r s i f a s とねよく呼ばれてると思いますけどもこの i f a s もこれギャップの一つになってきますで,、えー、世界で統一しよよう,う話になったんですよねで、えー、作成されてきて今では100を超える国とか地域があこの IFAS を採用してるっていう状況であってでアメリカの企業や日本の企業であってもこの IFAS を使ってギャップ IFAS、うんね、をギャップにして財務諸表を作成してる企業もありますよっていうね状態になってます。 はい、あですが皆さん試験で出題がされてくるのはこの US ギャップの部分になってきますので、えー、試験対策としてはこの US ギャップアメリカの会計基準を抑えていただくと、ね、いうことになってきますちょっと余談になっちゃうんですけども以前はこの IFWAS ですねもうこの USCPA の試験で出題がされていましたこのお出来事について IFWAS だったら どういういうになってきますかつまりですね US ギャップと IFAS、e、の違うところが存在していてで IFAS、e、だったらどうなりますかっていう問題があ出題されてきていたんですけども2021年の7月以降は イフワースは出題されないようになってきました。アメリカの会計基準だけが出題されるようになったんですね。これ、なぜかっていうと、さっの会計基準。まあ、細かいところではああまだ違いがありますけどもね。コンバージェンス共通化の作業を繰り返してきて、大まかなところではほぼ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 同等の会計基準になった。 って言われてるんですねあまり違いがなくななってきたなんで、えー、違いを問うのはちょっとナンセンスかなっていうことになってきたので、えー、2021年7月以降は <laughs> イフワスが出題がされてきてこないということになっています。ということはですよあのちょっと裏返して言うとおもうほぼ同等の外見的になってきてる いうことですから皆さん実は USCPA で US ギャップの勉強をしていただくとイフ a スの勉強をしていただくのと同じにもなってくるんですよね。一石二鳥にななってくるかなというふうに思います。はい、以上がギャップ会計原則のお話でしたがファイナンャル・ステーテメント財務諸表は会計原則ギャップ以外にですねアカウンティングポトト・ポステレイツ会計・公順 と呼ばれる約束ごとにも従って策定がされていくんだよっていうことになってきますで会計工事に約束ごとっていくつかあるんですけども代表的なものを2つ今日はね紹介させてくださいまず1つが丸 ③ 番のタイトルになっているゴーイングコンサン継続企業の好順とね日本では呼ばれるものになってきますでこれどういう約束ごとかっていうと企業は 永久に倒産しない解散したりしないと考えて会計をやっていいこうというと約束事なんですね、はい、そうするとですよ、ねえー、例えば3年後に解散する倒産するっていうことが分かっていれば3年経って解散した時に最後にまとめて財務書表を作成して儲けがどうだったのかとか、ね、最終的に財産こうなったよ ということを報告していけばいいということにもなってくるんですが、まあ、最後にまとめて報告するということもできるということになってくるのですが最後がないわけですからこれはできないということになってくるんですね。かといって報告をまるっきりしないわけにはいきません。だってプライマリーユーザーズが待ってますからね。じゃあどうするかっていうと。 報告用の期間を設けますこれがアカウンティングピリオド会計期間というものになってくるんですね会計期間ごとに区切って報告を行っていくことにしましたで通常をこれ1年間が1つの会計期間アカウンティングピリオドになりますで 始まりのことを日本では棋士と言いますけども英語ではビギニング・オブ・ザ・イヤーですねで終わりのことは期末エンド・オブ・ザ・イヤーとかあるいはイヤー・エンドなんていう言い方をしますであと会計期間については別の言い方でフィジカル・イヤーですね事業年度という言い方もされてますこのように1年を1つの期間として区切って報告を行っていくようにしました で、えー、アメリカの場合なんですがこの会計機関アカウンティングビルドは通常ですね1月から12月の1年間であることが多いですまあ、俗に言う歴年カレンダーイヤーなんですね日本だと4月から翌年3月のことが多いかと思いますけどもアメリカでは1月から12月の会社がほとんどですからまあ、あの問題とかで特に 会計期間書いていなかったら1月から12月と思って解いていただくとねいいかなと思います。はい、ではあ次なんですがもう一つの「公順約束ごと」これが4番の「マネタリーユニット」ですね。貨幣的単位ののというものになりますこれはちょっと読んでいきますね。企業の財産および資本とすべての会計利率は 貨幣の額で統一的に記録計算、表示するとあります。会計の計算、まあ、記録表示全部貨幣単位お金の単位でやっていこうという約束事なんですね。例えばあ,ある会社ですけども手元に現金があります。現金はお金だから貨幣単位ドルで記録をしてで持っている在庫があるね仕入れた商品在庫があって。 これは何個何個個数量で記録をするそして持っている土地があります。これは広さ何ヘクタールとかね。で表示をしていく、記録をしていくっていうふうに単位が混ざっちゃうと、それをね、その単位を使って、えー、財務諸表を作成して、プライマリーユーザーズがこれを見たところでもう何が何だか分かんなくなっちゃうんですよね。はい。なんで、えー、土地であっても、在庫であっても全て、えー、貨幣の単位、ドルで。 記録したり表示していきたりして行きましょうよという約束事がマネタリーユニットですね、貨幣的貨幣的単位の構順とねいうふうに言われてます。はい、このような構順とあとは会計原則に基づいて財務諸表というものが報告用に作成されていくんだよっていうことですね。じゃあ,あ財務諸表なんですけども。 どういったものがあるのか代表的なものを紹介していきたいと思います。まずはあバランスシート略して BS 日本では対借対表と呼ばれているものですねでこれは何を報告する財務諸表かというと一定時点、まあ、通常はクロージングデート決算日ですイヤーエンドですねのファイナンスポジション財政状態を報告していくために作成していくものになります。 で、えー、サンプルが下にあります。タックカンパニー、会社名、バランスシート、タイトルですね。で、アズオブってありますが、これ、何月何日、何月何日現在という意味なんですね。だから、20末1年12月31日,現31日現在の財政状態を表すものですよっていうことになります。財政状態って何ですかって、後で出てきますからね。はい。で、 えー、まずアセット資産それからライアビリティで負債それからストックホールダーズエクイティ日本語では純資産とか資本と呼ばれる項目ですねはいその残高期末現代の残高の一段表を作成していきますはいでバランスって残高っていう意味なんですね で、資産負債資本の年度末の残高の一覧表なので、バランスシートという名前がついています。はい。で、こっち行きますね。はい。じゃあ、決算日のおバランスシートは、決算日のアセット、ライブリティーズ、ストックオールドエクイティの残高の一覧表だからバランスシートですよ。さっき言いました。はい。で、これって、 この下の図解のように左右対称に表示ね、えー、表すことができるんですねで左右対称に表した時にダイアビリティ負債とストックホールダーズエクリティ資本純資産というのはですね企業がどっからどのようにお金を集めたかっていうことがあ情報として分かるようになってます。えー、これを資金の調達源泉 ソースオブファンズですね負債と資本を見るとどっからどのようにお金を集めたかっていうことが分かるんですね。でアゼットを見ると集めたお金を今どういう状態で持ってるかっていうことが分かります。これを運用形態ですねアプリケーション・オブ・ファンズと言います。なんで、えー、バランスシートを作ると会社はどっからどのようにお金を集めて今どういう状態で持ってるかっていうことが分かるんですね。はい この調達源泉と運用形態を表すことがさっき出てきましたがファイナンンポジションです財政状態を表すすといいう言葉の意味合いになってきます、はい、つまりバランスシートは期末現在で会社が今まで、ね、どっからどのようにお金を集めて今どういう状態を持ってるかファイナンスルポジション財政状態を表すために作成していきますよ。 とと、ね、いいうことになってきますはい、でエクイティというのは株主に出資してもらったつまりもらって集めた金額かあと自分が会社が努力して稼いだ金額稼いで集めた金額を表してます。でさっきの BS 見るとトータル・ダイアビリティズ5800なので。 なんですねで、えー、株主に出資してもらった金額はこのコモンストックというところ日本語では資本金と呼ばれる金額になってきます。あとアリスナル・ペイド・イン・キャピタルですね、えー、これは日本では資本・常用金と呼ばれる部分の金額なんですけどもこの2つはですね両方とも株主から出資をしてもらったつまりもらった で集めた金額なんですね4000ありますよとでリテインダーアーニングスっていうのが日本語では利益常用金と呼ばれますがこれは企業が稼いで集めた金額なんですねこれ6200あってね。で、合計1200ですねもらったのと集めたのあもらったのと稼いだのが合計1200ですで、借りたのが5800ですから集めたお金が16000ありますよということが分かって で、えー、集めたお金イコール持ってるお金だから、トータルアセットも1万6000円で一致するはずですよね。で、これを今こういう状態で持ってますよと、現金預金で725とかね、インベントリー、在庫で3000円持ってますよとか、はいえー、そういうことを表していくのが、バランスシートの役割なんですよと、ね、いうことになってきます。はい、そして 5ページの真ん中あたりですかね、言っていただきますと、今更ではありますが、アセット資産って何ですか、とね、いうことが書かれております。英語の定義としては、フューチャー、プローバブルなフューチャー、エコノミックメデフィット、将来の経済的免疫なんです。で、これ簡単に言うと、企業に有利に働くものなんですね。例えばお金そのものとか、あと、お お金があ後でもらえるような債券とか、あとインベントリー在庫も資産になりますけども、インベントリーってそれを利用することによって売上。という収益が生まれてお金が入ってきますよね。はい、お金そのものとか、企業にお金が入ってくるような。 それを利用することによってお金が入ってくるようなものつまり企業に有利に働くものが汗と資産なんだよと、ね、いうことになってきますそしてライアビリティ負債はですね企業が負っている将来の経済的犠牲という言葉がありますけどもサクリファイス犠牲ちょっと生々しい言葉ですよねはい、えー、これはですねあの義務のことを負債 と言ってるんだと思ってください例えばお金を払わなければいけない義務とかあとサービスを提供しなければいけない義務まあ、言ってしまうと企業に不利に働くものですねだから資産と逆になりますがこれがライアビリティなんだよっていうことになってきますで最後ストックホルダーズエクイティは日本語では株主資本とか純資産と呼ばれますけども単純にアセット ダイエビリティのの差額のことを指します、はいまあちょっと寂しい定義ですね会計上は寂しい定義なんですがエクイティってじゃあ何なんですかっていうことを他の言葉で言うと株主からもらって集めた金額と自分が稼いで集めた金額の合計ですよこれがエクイティですよ。ということもできますよね。はい え以上が BS の話なんですがここで次のページにポイントがあってでこれはですね今後ちょっと頭の中に入れておいていただくと試験の問題解きやすくなってくるかなっていうポイントなんでねえちょっと載せておきました会社が資産ですねまあお金と思ってくださいを調達する場合その源泉はストックホルダーこれ株主ですねから出資してもらうか クレター再建者ですね銀行などからあーローン借り,入れ借りて集める、ね、クライアントお客さんから稼いで集めるの3つしかありませんよと、ね、いうことです。これちょっであの企業は会社はって言っちゃいましたけども会社に限らずこれ個人でもそうですよね。えー、俺ねお金1億あるんですよ。 時にあ実際僕ないですけどねあ,のあるんですよった時に「そのお金どうしたんだ?」って言われたら「いや1億のうちいくら分はあ親からもらったんですよ」と。ね、で、えー、残りのこれだけは銀行から借り,てん借りたんですよ。ね、でさらに残りのこの部分については自分で一生懸命稼いだんですよ。だから1億あるんですよっていう説明になってくるかと思うんですよね。はい、ですからあ個人であっても会社であってもお,お金 の調達原点はもらうか借りるか稼ぐか3つしかないんですよ。と、ね、いうことになってきます、はい。じゃあ続いてのページ行っていただいてインカムステーティメント損益計算書というもう一つの財務書表を、ね、見ていきたいと思いますがこれは何を表すために報告,報告するために作成していくかというと一定期間のオペレーティングリザルト難しい言葉を使ってますが いわゆる儲けですすすねここれを報告してていいくための書類ですよっていうことうになってきますで試験に出てくる損益計算書が2つあってシングルステップ無区分式というものとあとマルチプルステップ区分式という2つのものがありますので説明をねしていきたいなというふうに思いますがまずシングル無区分式っていうのは示される利益が 最後のネットインカムこれ当,当期純利益と言いますけどねネットインカム一つだけしか利益が登場してこないのが無区分式いうものになりますで、えー、まず会社名ですねインカムステーティメントのタイトルで「フォワ t イヤエン a r e n っていうのは何月何日に終了する1年間という意味なんですね。 まあ2000末1年12月31日に就労する1年間なんで、これ一定期間ですね。さっきのアズオブとは違ってきますよということになります。で、えー、まずレベニュー、収益ですね、売上とかの成果をガーッと集めます。1170ですね。エクスペンス、レベニューを上げるために犠牲になったコストですね。例えば売上げ原価とか、ね、ガーッと集めて、税金とかも合わせて770ですよ。 なんで、えー、1会計果の成果、ネットインカム、当期純利益400ですよ。こんな感じでね、作成していくのが、無区分式になってきます一方で、マルチプルステップ、無区分式といいますのは、示される利益が、ネットインカム以外で複数あるんですね。例えば、グロスマージン、これ、売上総利益といいますけども、れから、オペレーティングインカム、営業利益ですね。 からインカムビフォー、インカム出し、税引き前登記利益ですね、このように、複数の利益を段階的に表示していくのが、マルチプルステップですね、区分式というものになってきます。はい、で、次のページいきますが、はい、インカムステートメントは、クライアントから獲得した成果である売上とのレベニューですね。これは売上との成果です でそのレビューに獲得するために被証されたコストを犠牲になったエクスペンス売上原価とかですね差額として1回計期間におけるネットインカム当期で利益を最終的には表していくことになります。はいだけども段階的に利益を表示していくのがマルチプルステップですよっていうことですね。はい、であとこれがね今後は大事になってくるんですけども損益計算する計算されたネットインカムなんですがこれ BS のストックホルダーズエクイティの中にあったリテインド・アーニング利益上益に振り返られていきます。さっきちょっと紹介しましたよね。BS 戻りますけども、ここのリテインド・アーニングスですよね。6200っていうのは、会社が家庭で集めた金額ですよと言いました。つまり、このリテインド・アーニングスっていうのは、 会社が設立されてから今までの利益の累積を表す金額になってきます。ネットインカムが振り返られてきますんでね。今までの利益の累積を表しますよ。というのがリテインドアーニングスになってきます。はいえー、このようにレベニューが 多く発生したら、それだけ利益が多く発生して、リテンダーニング数に振り替えられる金額、多くなってきますね。そうすると、リテンダーニング数っていうのは、ストックホールダーズエクイティ、資本純資産のひ項目なので、結局、レベニューっていうのは、まあ、成果なんだけども、ストックホールダーズエクイティを増加させる原因でもありますよ。 と、ね、いうことになります。で、費用はその逆なんですね。費用は、あレベニューのために犠牲になっていくものを、売上原価とかですね。で、これは、ストックホールダーズエクリティを減少させますよ、という書き方をしてますが、エクスペンスが大きくなればなるほど、利益が小さくなりますね。で、リテンガーニングス、つまり、ストックホールダーズエクリティに振り替えられる金額が小さくなります。振り替えられる金額が小さくなることを、 エクイティを減少させる項目だとね、いう風に表現をしていますはい、えー、これなんですがうんインカム最終的なネットインカムね、儲けがリテインダーニングスに振り返られて BS の資本が増えていきますよそして BS のリテインダーニングスっていうのは企業の今までの利益の累積なんですよっていうことをねぜひ、えー 頭の中に入れておいていただくと、今後ね、えー、試験の問題解きやすくなってくるかなというふうに思います。はい。えー、では、続いてペ QP の方に行きますが、ここでは各区分の内容を説明するとありますけども、これはですね、あのさっきのマルチプルステップの区分の話なんですよね。で、まず売上から、その商品の売上原価を引いて、1個目のグロスプロフィット、グロスマージン、 売上総利益というものを表示していきます。えー、っと今回は1000から400ですねでこれはあの単純に売上と売上原価の差額で上がりとかね言われたりしますけども難しい言い方をすると商品自体の収益性を表すような利益というふうに呼ばれています。はい でそこからですね今度はオペレーティングインカムという2つ目の利益を計算していくことになりますじゃあこれ何かっていうと、えー、グロスプロフィットからオペレーティングインカム日本語で販売費及び一般管理費と呼ばれますがこれを控除してオペレーティングインカムほ営業利益を計算します で販売費及び一般管理費オペレーティングエクスペンスっていうのは売上減価以外で本業で発生する費用なんですね。売上原価以外ででで本業で発生すす。る費用ですなのでこの営業利益計算しますけどもこの営業利益より上は本本業業のの収益と本業の費用ししか登場していません。ですからオペレーティングインカム営業利益っていうのは本業の儲けですね。 を示す利益なんですすよここれを2つ目ととししてて表示していくことにななります、えー、なお、オペレーティングエクスペンスはセリング販売費とジェネラルアドミニストレイティブエクスペンス一般管理費に分けることができます。はい、で、えっ、ー、と、セリングとジェネラルアドミニストレイティブエクスペンスの例。 まあ分けて与えられてますけども簡単に言うとセリングは販売部門ですねで発生してくる費用になります一方でジェネラルアドミ t ステ t ティ e e クスペンシーズは管理部門ですねで発生してくる費用になりますなんでセリングの例としては販売部門で発生する商品の運賃ですねデリバリーエクスペンスフレートアウトなんていう言い方もしますだから営業部門 にに勤めている人に払うサラリーお給料ですねあと、アドバタイジングエクスペンス、広告宣伝費も、これ営業部門でかかってきますからね。あと、えー、リプリシエーション、これ原価償却費という費用なんですが、販売活動ですね。営業部門で発生してくる原価償却費。全部営業,あの営業部門ですね。販売部門で発生してくる。販売部門で発生してくる費用がセリングになってきます。 ジェネラルアドミニストレイティブですが、管理部門ですから、あオフィサー、執行役員、ねえー、オフィス、管理担当の従業員ですね、まあ。いわゆる管理職と呼ばれる人々のお給料ですとか、あと、アカウンティングとリーガルフィーですね。えー、顧問会計士や弁護士に払う報酬、これも管理部門で発生しますから、一般管理費ですね。あと、インシュランシックスペンス、保険料。 これは例えば、あの、管理部門の建物、本社の建物の損害保険の保険料ですとか、はい。あと、同じディプリシエーション、減価償却という費用であっても、本社ですね、これ管理部門ですね、の建物の原価償却費,費については、管理部門で発生しますよっていうことで、and a ネラルアドミニスト t イティブエクスペンスになってきます。 で本試験対策としてはセリングとジェネラルアドミニストイティブエクスペンスは分けられた方がいいです。この2つはこここのつはででで分けることががきた方がいいですなぜかっていうと費用がいくつか与えられてきてセリングエクスペンス合計でいくらになりますかっていう問題が出てきたりするんですね。 はい、でその時には販売部門で発生する費用を集めて集計して答えれば OK なんですけどもそういう問題が出てきますのでこれを分けられるように、ね、しておいていただきたいなというふうに思います。はいえー、あとはですねオペレーティングインカムの下なんですけども本業以外の活動から発生する損益ですねこれアザーレベニューアザーエクスペンスといいますがこれを加減算していきます。 どういうものが該当してくるか、典型的な財務活動とありますけども、資金調達や余剰資金の運用からの損益。まあ、資金調達のコストとして、例えば、あインターネットエクスペンス、支払い利息ですね。あと余剰資金の運用益として、えー、受け取り利息、余ってるお金貸して、そこもらえた、ね。余ってる部屋貸して、えー、家賃もらえた。レンタルデベルに家賃収入ですね。あと余ってるお金で株買って、 配当金もらえた、ね、えー。こういったものがアザーレベニュー、アザーエクスペンスに該当してきてそれらを加減算して、さらに法人税を引いてネットインカムを表示していきますよというのがマルチプルステップになってきますちょっと最後、ホーム確認しましょうかはい、えー。オペレーティングインカムの下ですねアザーレベニューとアザーエクスペンス本業以外の収益費用を 加減算してイインンカカムムビフォーインカムタックスですすね税引き前利益を出すでそこから法人税ですね引いて税引,き税引き後のネットインカムを出していきますよと、ね、いうことになってきます。はい、えー、こんなふうに段階的に利益を報告していきますのがあーマルチプルステップと、ね、いう損益計算書になってきます。では損益計算書以上ですね。はい で、えー、3つ目財務諸表いきましょう10ページになりますが ③ 番キャッシュフローステートメントですねキャッシュフロー計算書というものがありますでこれはやはり一定期間、まあ、通常1年間のキャッシュキャッシュイクイバレンツ、現金及び現金同等物とありますけども、えー、これは まあ、いわゆる現金預金ですね会社にある現金預金の増減変化を表していく明細表なんだよということになってきます。はい、でこれサンプルですが会社名があってステーツメントのキャッシュフロータイトルですね For the year ended なんで1年間の増減明細ですよということを表しています。 でえー、キャッシュのキャッシュイクイバレントの増減変化を下にあるんですが本業等のオペレーティングアクティビティ営業活動それから資産の購入や売却取引などのインベスティングアクティビティ投資活動それから資金の借り入れなどの活動ですねファイナンシングアクティビティ財務活動の3つの区分に分けて報告していくことになりますでちょっと簡単に中身見ていきますが今回オペレーティングでは ネットキャッシュ、プロバイリットとありますね。プロバイリットだったら、お金が増えてるんですね。340増えてます。次、インベスティングアクティビティズでは、1200、これマイナス、カッコはマイナスなんですね。のお出金の1200しかありませんから、ネットキャッシュ、ユーストとなってます。ユーストとなっていたら減少してますよ、ということを表します。インベスティングでは1200減ってる。 最後、ファイナンシングアクティビティでは、これは、プロバイディットなので、1400増えてるんですね。で、ネットインクリース3つ合わせて5 4十今年増えてますよと。で、機種に185あったので、540増えて、期末は725になってますよ。とね、いうことになります。で、この期末の残高725が、ちょっと戻りますけどもね。 えー、BS のキャッシュキャッシュイクイバレンツですかこ七の725と一致してきますよ。と、ね、いうことになっています。まあそういうふうにつながっているんだということですね。ではあ4つ目の財務書表ですが、A、Statement of Changed in Stockholder d e 略して SS 日本では株主資本変動表 とかねえー、呼ばれる財務諸表ですがこれは文字通り BS のストックホールダーズエクイティですね株主資本純資産の部分の増減変化を表すものになります。サンプルがありますが会社名があって、えー、タイトルがあってでワーイヤーエンディトですから1年間増減明細ですよって言ってます。はい でえー、今回ですけども、コモンストック資本金ですね、からアリゾナペイドインキャピタル資本助与金、はいえー、これが下に日本語でありますけども、これはですね、分け方はすいません、FAR の後期に入ってからね、えー、ちょっとやっていく項目にさせていただきたいと思いますけども、まあ、株両方ともですね株主から出資してもらった金額であるということは変わりがないんですね。はい でえー、まあ簡単に言うと株式に額面金額パーバリューというものはアメリカにあるんですけども払い込んでもらった出資してもらった金額,金額のうちパーバリューの部分までがコモンストック資本金になりますでそれを超えて払い込んでもらった金額がアリスシナルペイドインキあったらですね、えー、APIC 資本譲渡金になってくる、まあ、だけど両方とも株主から払い込んでもらったお金には変わりがありません。で機種に3000と1000あ で今年は新たに払い込んでもらっていませんので期末まで変動がないっていうのが今年の状態ですそしてリテンダーニング利益というですねこれは会社が稼いできた利益の累積だと言いました機種は6000だったんですねところが今年400損益計算するネットインカム計算されてましたねはい、えー、これが振り返られて加算されますマイナス200になってるんですがこれ何かっていうと ディンンズペイメントとなりますこれは株主に対するお礼なんですね利益が上がったらその一部を配当として株主に還元していくことがありますけどもこの株主へのお礼配当はリテインダーニングスを財源として行われていきますので配当が行われたらここはマイナスなんですねはいで、えー、期末は6200になっていてでこれが また BS の方戻りますけども BS の期末のリテインドアーニングスですねはい6200と一致してきますよということになってきますはいあとはせっかくなんで、えー、IS でね、まあ、どっちでもいいんですが、えー、400利益計算していてでこれがさっきの SS ですけども、うん、こう400の加算になってますよと、ね、いうことになってきますはい えー、以上がストックホールダーズエクイティの増減明細である of in でした、はい、であとですね最後ノート中期というのは財務書表本体これ皆さんが今まで確認してきたものが財務書表本体なんですが本体の下に文章とか図解とかを使って補足説明ですねこれをガーッと行って ていくことになってきます是非、えー、ネットで財務書評とか見ていただきたいんですが本体よりもこのノートの方が圧倒的に分量が多かったりするんですよね。はい、なので、えー、このノートっていうものが第5の財務書評と呼ばれますので、えー、ここに紹介されてますよ。 とね、いうことになってきます。はい。えー、以上が、あ基本的な財務,諸表の表財務諸表の紹介でした。で、最後に一個だけお話ししておくと、今まで紹介したあ財務諸表の中で、メインは何かっていうと、これ BS です。貸借対象表なんですね。で、それ以外の財務諸表は、BS の1項目の増減明細にすぎません。例えば、あここで最後の方に紹介した SS は、 ストックホールダーズエクイティの増減明細ですね。BS の中のストックホールダーズエクイティの増減明細です。あと、キャッシュフローステーティメントは BS の中のキャッシュキャッシュイクーバレントの増減明細ですよね。あと、じゃあ、損益計算書ですね。インカムステーティメントは何の増減明細かっていうと、そう。 の増減明細なんですね今年400ネットインカム発生して増えたんだけどもじゃあ,あ何が原因で、ね、リテインドアーニングス400増えたのかということを表すやはり一つの増減明細にすぎませんよと、ね、いうことになってきますあとリテインドアーニングスは会社の利益の累積額だと言いましたが配当として株主に還元された金額は除いた後の、ね、金額になってきますはい えー、以上が財務諸表ですね。で、あと、このエグザンプルはですね、何が書いてあるかっていうと、えー、損益計算書のネットインカムが、BS のリテインド・アーニングスに振り返られていきますよ、ということですね。で、1年目は、これはあ、IS の利益とリテインド・アーニングスの金額が一致するんだけども、2年目はですね、損益計算書って、 インカムステーティメントなんで IS ってね、訳してますけども、損益計算書は利益を1年ごとに計算するわけなんですね。一方で、リテインドアーニングスはこれ累積になりますので、2年目からは金額ずれてきますよっていうことをね、確認していただくエグザンプルになっていますので、そんなことを頭に入れながら、ちょっとね、後で一読しておいていただくと面白いかなというふうに思います。では、ここで1科目目。 FAR 終わりました一旦切って2科目目以降ね、えー、続いて確認していきたいと思います。